カビラボ。皆さんどうもこんにちは。CPU 心眼判別2級のカピさんです。先日久しぶりにハー、オフを1日巡ってきました。しかし土曜日ということもあり良いものはほとんど売ってなかったですね。もうほぼほぼ借り尽くされた後でした。まず千葉の松戸小笠店からスタートしたのですが、1店舗目でちょっと珍しいものは見つけたんですよね。それがこちら、NS キャスター X1。これはタッチディスプレイを搭載したスイッチャーなのですが、よく配信などでプロが使う機材なんですよね。カメラなどを接続して映像を切り替えるのやミキサーとしても使えるのですが、まさかこんなものが売ってると思いませんでした。価格は99,000円なんですけれども、まだ新しめの商品なんですよね。確か定価は40万円近くしたような気がする。保証なしのジャンク品扱い販売なんですが、おそらくお店の方が使い方がわからないからジャンク扱いなのかなと思いました。お店で動作確認もできるのでもしちゃんと動くんであればこの手の機材が10万円で手に入るのはかなりお得だと思います。まあ、私は使い道がないので買ってないんですけどね。1店舗目はこちらしか目ぼしいものはなく、2店舗3店舗目といろいろなお店を巡ったんですがこの日は本当に不作だった。セカンドストリートやワンダーレックス、ハー、オフなどいろいろな店舗を見たのですがこれだというものに巡り合えなかったですね。ハー、オフ3店舗目の牛久店に割と格安かなと思える CPU は売ってたのですが、この CPU は手持ちがあったのでスルー。i3-6100 が4400円はお買い得かなとは思うんですが、ジャンク品としての販売なので動かなければ大損ですね。そしてハー、オフ4店舗目でこれは、と思えるジャンク品に出会いました。それがこちら。インテルコア i5-1600K。なんとインテル第10世代の i5 上位 CPU が売ってたんですよね。価格は驚きの7700円。これ動作品だと中古でも2万円は超えてくると思うのですが、それが7700円は安すぎる。とはいえジャンク品としての販売でした。値札を見てみると動作未確認のとトレイバンプロセッサーと記載がありました。このトレイバンプロセッサーというのは、一般に流通している箱に入った CPU と違い、BTO メーカーなどに組み込み用として販売される CPU なんですよね。パッケージに入ってなく、トレイにたくさんの CPU が並べられてる写真などを見たことある方も多いはず。一応確認のためお店の人にショーケースを開けてもらい自分でシリアル番号もチェックしてみることに。いつものインテルのサイトを使用してシリアルナンバーとバッジナンバーを入力し確認をしてみました。するとお店の記載通りトレイバンプロセッサーと表記がありました。袋越しで軽く眺めてみても刻印に怪しい部分もないかなといった感じ。裏面のチップ配列も正規のものと変わらなそうです。トレイバンプロセッサーなのでまあ偽物とかではないだろう。ということでこちらを購入してきました。それでは早速実物を見ていきましょう。CPU はこのように青い袋に入った状態で販売されていました。パッと見た感じ状態は良さそう。それでは袋から出してみましょう。実物はこんな感じ。ヒートスプレッダの耳の部分に一度組み込まれたような凹みがありますね。裏面のチップコンもなくなってる部分はありません。これはラッキージャンクなんじゃないかな？それでは早速動作確認していきましょう。今回使用するマザーボードは MSIMEGZ590ACE となります。こちらは第10から11世代に対応したマザーボードで今回の 1600K にも対応しています。普段から検証に使用しているので、動作確認は取れているマザーですね。いつもは 11900K で運用していました。このマザーに 11600K を取り付けるのですが、何かがおかしい。ソケットにスコって入らないんですよね。見てもらえるとわかると思うんですがなんか浮いてる。ちゃんとハマってないんですよね。CPU のサイズが違うなんてことあるの？と思い押してみたら違和感がありながらもきちんとハマりました。とりあえず入ったんだけど。これマザー大丈夫かな？原因が不明だったんですがよく見てみると。ここ。お分かりいただけるだろうか。なんかバリがあるんですよね。そしてコーキングが変な感じに残ってる。もしかしたらこれ？やられたか？現状での違和感はその程度だったんですが。まあ、ここら辺は後々。とりあえず組み込みも終わったので CPU クーラーを仮置きしてBIOSに入れるかを見ていきましょう。では動作確認をしていきましょう。まずは主電源のスイッチをオンにして。しっかりと通電を確認。では電源ボタンを押してみましょう。ファンが回転を始めました。あとはBIOSの映像出力が来るかなんですが。あれ？
一向にポストコードが進みません。それだけではなく CPU のエラーが出ていますね。取り付け時に違和感があったから嫌な予感したけど、これ、偽物かから割り失敗品の可能性があるな。電源ボタンを押しても電源は落ちず、ポスト前にエラーが出ている感じですね。とりあえずボタンを長押ししたらシャットダウンはできました。一応なんかの不具合かもしれないのでもう一度試してみましょう。スイッチオンしてみて。やはりしっかりファンは回りますね。しかしコードが一向に進みません。CPU エラーの LED が点灯しているし間違いなく CPU が問題ですね。起動中にクーラーをどけて発熱を確認してみても CPU は冷たいままですね。やっぱりこの CPU はダメそうです。念のため 10900K で動作確認をしてみると。コードもしっかりと進んでるし、CPU の発熱も見られます。暖かくなっていますね。そしてしっかりと BIOS 画面の手前まで到達できました。やはり他の部分には問題はない。ではもう一度外した CPU を見てみましょう。こちらが取り外しした CPU ですね。光の当て具合を変えてじっくり CPU を見てみると、なんか基板面がボコボコしています。普通は基板はもっとスムースです。こんなボコボコないんですよね。しかも基板角にはバリがあります。この部分がソケットに収まらなかった原因ですね。しかもよく見るとコーキングの削り跡が、これは袋から出して確認していたらわかったかもしれませんね。あとは基板の側面がなんか粗い、ギガ銃みたいになってるんです。上と右だけなんだけど多分一体基板から切り出した跡みたいな感じなんですよね。めちゃくちゃ嫌な予感がしてきました。これ、から割り失敗品なんて生優しいもんじゃない気が。もうここまで来たらこれをやっていきましょう。確認手段はただ一つ。から割りですね。これは CPU の冷却を強化するために液体金属化をするときに使うのですが、これで CPU の中身を確認してみようということですね。これに CPU を乗せてから割りしてみたいと思います。今考えてる中で想定できる結果は2パターン。一つは物理的破損、もう一つはそもそも台が乗っていないというパターンです。物理的な破損であれば仕方なし、そもそも台が乗っていなければ販売すらもしてはいけないものですね。これで準備は OK。では早速割っていきましょう。ここからはちょっとノーカットで。あ、もう外れた。これ一回空割りされてんな。すぐ外れました。すぐに空が割れた感触が手に伝わってきたんですよね。普通であれば中はハンダ付けがされているのでこんなに簡単には外れません。なので空割り失敗品だと思っていたんですよね。一度割って液体金属化をされている CPU はすぐに外れるのでその感触に近かったです。では中を見てみましょう。台が乗ってねえよ。これはひでえな。はい、動くわけないですね。台が乗ってません。初めて偽物 CPU に引っかかりました。店舗販売とトレイ版との表示もありまんまと騙されました。マジでみんな気をつけてください。店でも普通に売ってますからね。もう編集する気力もなくなりましたので、私が気がついたリマークの特徴を載せておきます。あくまでもオークションなどのジャンクと正規品を見比べて気づいたものなので間違ってる可能性があります。てか、オークションの 10600K は箱付き以外はほぼ偽物っぽかったわ。マジで偽物買っちゃって動かなくても店にそのまま持ち込むのやめような。知らなかったじゃ済まない可能性あるからね。みんな買うとき気をつけてね。